アメリカの国防総省は今月1日に緊急搬送されたオースティン国防長官が前立腺がんの治療を受けていると発表しました一方国家安全保障会議のカービー戦略広報調整官はバイデン大統領がオースティン氏のがん治療を知らされたのは9日だったと明らかにしましたオースティン氏は去年12月に入院して手術を受け退院しましたが 激しい腹痛などに襲われて今月1日に再入院しました。